地主エリは日本のフリーライター。福岡県北九州市出身。主にデイリーポータル Z などのウェブメディアで執筆を行う、傍ら東京農業大学の非常勤講師も務める。武蔵野美術大学を卒業後、出版社に勤務するも10ヶ月で勤務していた部署が廃止となり、無職となる。2009年5月よりデイリーポータル Z で山野エリオ名義で、 ライターデビュー50年前のガイドブックに載っている店巡りの企画記事で多くの PV 数を上げ書籍化される2013年末イギリスの一般紙ガーディアンにて世界で最も気持ち悪い男として取り上げられる二千十四年より東京農業大学の非常勤講師となる二千十八年九月 山梨県北鶴郡小菅村の盛り上げ隊大使に任命される。地主は2012年頃より小道具を駆使して架空の彼女とのデート写真を模して自撮り撮影した一人デート写真を SNS で公開するようになる。その手法を一人で彼女と写真を撮る方法としてデイリーポータル Z などで紹介していたが2013年暮れに ネット上で拡散していた一人デートの写真がイギリスガーディアンの記者の目に留まった。ガーディアン氏で地主が世界で最も気持ち悪い男として取り上げられたのを機に CNN や朝日新聞といったメディアやアウトデラックスなどのテレビ番組に一人デートマスターとして取り上げられるようになった。2014年10月には妄想彼女のタイトルで書籍化され、 2015年5月には富士テレビ系にてテレビドラマ化された。なお、地主はテレビドラマの第3話に早くで出演している。ありがとうございます。